こんにちは、新藤花色馬シリーズですけども、今回付加価値についてのね、返信動画になります。おそらくですね、この遊戯王カード転売というタイトルを出されている時点で50代とか60代みたいな方が花色馬さんのところに弟子入りすることはまあないと思うんですよ。まあ40代もきついですかね。ということで、多分ね、若者向けのカード転売術が花より馬さんが撮ってるエリアなのかなと思います。最近はね、たくさんの動画を撮ってますんで、たくさんの年代のファンの方つくと思いますけどね。逆にですね、私の方ではとてもじゃないけども、 TikTok とかね、遊戯王カード転売、こういうのはね、ちょっと発信が難しいなと思っております。私はやっぱり自分の塾生さんになったりとか、私の動画を見てくださってる方っていうのは、まあ40代とか50代の方、60代の方、この3つの世代が圧倒的に多くって、その中でもね、6対4ぐらいで女性なんですよ。まあこういったことを鑑みると、どんな人が発信してるのか、誰からだったら情報が受け取りやすいのかっていうところもあると思うんですよ。これがまさに付加価値なんですよね。きっと私と花江沼さんが同じテーマで同じようなことを喋っていても、説得力が違うっていうのはそこにあるんだと思うんですよ。私が遊戯王のことをいくら喋っても多分説得力がないんですよ。で、カメラのことを話すのと、花江沼さんがじゃあ遊戯王転売の話をするのと、どっちが何を発信するかによって受け取る人のね、信頼感っていうのも変わってくると思いますし、そういう意味では自分に向いてるものっていうのは確かに存在するんですよね。で、私がやっぱりね、10代向け、20代向けの商品コンテンツとか、例えばね、私がプリキュアの話題とか出してずっと喋ってたらどうですかね。ちょっとなかなか難しいと思うんですよね。そういうことする場合は演出も作っていかないと、多分聞いていただけないと思うんで、プリキュアグッズをいっぱい並べるみたいなことになったり、ポスターを貼るみたいなことになって、で、私もですね、多分ね、おたくさんみたいな格好してチェックでもうメガネかけてこうバンダマナ巻いてて、それ古いですかね、そういうのも。そういう格好になると思いますね。だから付加価値の付け方っていうのは、自分が何を発信するかによって変わるんですけども、その反応を見るためにも、まずはね、発信をたくさんするしかないんですよ。たくさん発信する中で、お、このテーマは結構受けてるなと、自分向けなのかなっていうところで探っていくってこと、だから量産が必要なんじゃないかなっていうところがまず1点かなと思いますよね。はい、あとはね、視聴者さんの期待に沿ってっていうところがありましたよね。これね、最近私ね、竹中平蔵さんの平チャンネルっていうのがあるんですけども、この動画がアップロードされるたびに、それに対してね、突っ込むみたいな動画をやってるんですけども、これ結構ね、見てくださる方がいるんですよ。ということは、今度は久保はどんなツッコミをしてくれるのかなというふうに期待してると思うんで、竹中平蔵さんが動画を更新するために私も更新しないと、ちょっとね、期待を裏切ることになるんで、やらないとなっていうふうなモチベーション変わるんですよ。もちろんこの花谷龍馬シリーズも同じです。花谷龍馬シリーズのこのやり取りを見ててね、次はどんな解消するんだろう、次はどんなテーマなんだろうっていうふうに考えてくださるあなたがいるからやってるところもあるんですよ。だからあなたが見てる再生数に必ず1ってのをつけてくださる方のおかげで、私はこの1本の動画を撮れていくってことになりますんで、私が作ってるというよりもね、私と花谷龍馬さんが2人で作ってるというよりも、そういうふうな見てくださる方も一緒になって作ってるってことなんですよ。その点でですね、再生数が例えば3とか4でも全然軽視することはありません。再生数が1になったら、私と花谷龍馬さんしか見てないなってことになりますけども、2以上ってことは必ずそこに大切な時間を割いてくださる1人の魂があるってことだと私は捉えてるんですよね。はい、そしてですね、今日は11日ですから、明日はついに12日になります。12日の朝は大和くんがね、ステラというインターナショナルスクールに行くところなんですけども、そこから帰ってきて、整えて午後2時ぐらい、その前後にですね、花山さんお迎えすることになると思いますんで、玄関の掃き掃除もしておきますかね。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。